無限の豊かさの周波数を見つける方法。ジョー・ディスペンザ博士は大学教授であり、あなたという習慣を断つ脳科学が教える新しい自分になる方法という本の著者です。彼の主張は、日常で繰り返す習慣や思考パターンが脳の神経経路を形成し、実質的に個性や現実を形作っているという考えに基づいています。これらのパターンはしばしば無意識のうちに実行され、私たちが過去の経験に固執し未来を想像する能力を制限する原因となります。彼の提唱する方法は、自己観察と意識的な意図を通じてこれらのパターンを認識し断ち切ることです。ディスペンザ博士は瞑想と意識の訓練を用いて、古い自己から離れ新しい思考、感情、行動を生み出す新しい神経経路を脳に形成することが可能だと主張しています。これにより人々は自己制限を超え、より健康的で意味のある、そして充実した人生を送ることができるようになると彼は語っています。ジョー・ディスペンザ博士の教えは、自己実現とポジティブな変化を求める多くの人々に影響を与えています。世界中で広く受け入れられ実践されている彼の方法論を紹介します。自己投資のための基本的なツールがあります。これらのツールを活用することで未来への投資となります。まず、忙しい毎日から一時的に離れる時間を設けましょう。テレビや携帯、PC もオフにして、短い時間でも目を閉じて静かに座ることが大切です。次に、深呼吸をして自分自身をリセットします。この瞬間に集中することで創造性を高めることができます。心が過去や未来に漂うのは自然なことですが、気づいたら今に戻しましょう。自分自身に質問してみてください。未来のビジョンによって自分を定義できるか、何を望んでいるか。この質問に時間をかけて考えることで脳の活動が変わり始めます。新しい考え方をすることが変化の第一歩です。未来を想像し、その感情を感じてみましょう。感情を感じるまで動かないようにしてください。その後、どのような人になりたいか、何をする必要があるかをイメージしてください。次に、未来への思考を選びましょう。ネガティブな思考は手放し、ポジティブなものを記録してください。できない、難しいなどの思考は避け、変えるべき行動や習慣を意識してください。そして最後に、未来に不要な感情を見極めます。豊かさを求めるなら、欠乏感を手放す必要があります。毎日続けることで、自分自身を変え、人生を変えることができます。自分の考え方、行動、感情を変えて、新しい現実を創造しましょう。この方法を試して、変化を実感してください。創造の場所は、恐れることなく受け入れるべき場所です。この場所は、慣れ親しんだ化学物質に体が引き寄せられる時でも、創造の力が最大限に発揮される特別な空間です。未知から新しい未来を作り出すことが、予測可能な未来を超える最良の方法です。この場所は、人々が非凡なことをはじめ、自分たちの魂と対話し、人生の大きな目的を見出し、未来に大きなビジョンと結びつく場です。変革に情熱を持つことは、私たち自身、家族、職場、そしてコミュニティに対する最大の貢献です。日常生活の中で自分自身に時間を割くことは、外部環境や時間に翻弄されずに、意識的な生活を送るために不可欠です。ルーティーンにとらわれた生活を送ることで、私たちの体は過去の感情に縛られた状態になります。瞑想を通じて、現在の瞬間に集中することの重要性が際立ちます。これは体を未来へと導く訓練であり、瞑想は単なるタスクではなく、深い意識の変革へとつながるプロセスです。あなたが本当に癒しや創造を望むなら、単なる思考以上のものになる必要があります。練習を重ねることで体を現在の瞬間にとどめ、
日常の雑念から解放された状態を実現します。注意を向ける場所がエネルギーを向ける場所であるため、現在の瞬間に集中することが創造へのエネルギーを最大化します。体を新しい心に再調整することで、心が体をリードするのではなく、心と体が調和した状態を実現します。人々が変化について多くの労力が必要だと考えがちですが、重要なのはその代わりに何を望むかを明確にすることです。現在の瞬間にとどまることは自分自身によってのみ達成されます。日々の瞑想を通じて現在に集中する練習をすれば、人生でより今を生きるようになり、最悪の状況への不安に対処するために過剰に頼ることが少なくなります。そして体が自分自身を信頼し始めるとき、未知に対する恐れは薄れ、未知は冒険となります。私たちは現在の瞬間を見つけ、現在にいることといないことを区別する方法を人々に教えます。そして十分に練習を積んで上手になれば、創造の時が来たことを感じ取るでしょう。現在の瞬間に集中する力を人々に教えることは、創造力を解放する鍵です。現在にいるか否かを区別できるようになると、創造の時が訪れることがわかります。興味深い現象が起こります。本当に現在に集中すれば、以前は欲しかった全てが不要になるかもしれません。その瞬間、自分が完全に満たされていると感じるため、欲望は消え去ります。これが二元性の統一、極性を超えた生き方への入り口です。これを私たちは存在の自然な状態と呼びます。現在の瞬間を見つけることが確信なのです。この瞬間を見つけたら、次に脳と体に新しい未来を感情的に理解させる作業が始まります。これにはどれだけ無意識的であるかを意識的に理解することが必要で、このプロセスに深く焦点を当てています。ガンダルフが橋の上で立ちはだかったように、私たちも自己の古いパターンやエゴに挑み、もう通過させないと宣言します。これが内なる力、魂が目覚める瞬間です。毎日自分をより偉大な存在として提示することには、初めは不自然さや不快感が伴うかもしれません。しかし多くの人々が実践を通じて真の満足と喜びを見出しています。私たちが脳のスキャンを行った研究では、自己を超えた人々がいかに強力であるかを確認しています。感情的な体、過去へのつながりを超えた人々です。実際人々が過去について語る際の半分は真実ではないという研究もあります。現在の瞬間へ人々を導くことで、最大のエネルギー解放を目指します。世界中の人々が、多くの既存モデルが機能不全に陥っている現実に目覚めています。新しい何かが生み出されなければならない時です。非自然的な行為を通じて超自然的になることを学びます。他人が不足や恐れにとらわれている時、私たちは与え、勇気を示し、愛と慈悲を広めることで違いを生み出します。十分に長く非自然的な行為を続ければ、超自然的な存在になれるのです。私たちの魂の旅は、限られた信念と知覚を超え、物質が物質を変える試みを超えた場所へと進むことです。私たちが神聖な存在を感じ取り始めるとき、私たちの脳はこの無限の空間に同化し、物体ではなく空間を知覚するようになり、非常に整然とし、一貫性があります。この一貫性があるとき、私たち自身も一貫性を持ち、愛をより深く感じます。これが私たちが神聖なものを模倣し始める瞬間です。限られた状態を超え、生存の感情から解放されるたびに、私たちは自分自身を物質ではなくエネルギーとして感じるようになり、その結果より多くのエネルギーを感じ、物質に依存することが少なくなります。これにより振動する存在として自己を実証し始めます。ストレスを感じるとき、私たちのエネルギーフィールドは小さくなりますが、心を開くとその範囲が広がり、最大で9メートルにも達することがあります。
心を開くことでより大きなものにつながり、その瞬間が始まりであると感じます。これが無限の可能性を体験する機会が開かれ、自由意志を持って注意を向ける場所を選ぶ時です。これが解放の瞬間です。この時期は私たち自身の覚醒にとって非常に重要な時期です。低迷を超え幻想を見抜く絶好の機会です。自己の覚醒を経験する中で、外部世界に頼らずとも自己のアイデンティティを内面で見つけることができるとき、本当の意味での自由を感じ始めます。この自由は静けさと孤独の中で自己を理解し、外部世界に魅了されなくなった時に得られるものです。それが真の自由を経験する始まりです。ストレスを感じる時、私たちの周りのエネルギーフィールドは狭まり、約3から4インチまで小さくなります。しかし心を開くことで、そのフィールドは最大9メートルまで広がる可能性があることが分かっています。このように心を開くことは、私たちをより大きな存在につなげ、無限の可能性を感じさせます。魂が自由を実感し、自由意志で注意を向ける場所を選択する瞬間、それが私たちが解放される時です。この知識を日常生活に取り入れる絶好の機会です。私たちが挫折を乗り越え、錯覚を認識することは重要なことです。自分自身の覚醒を経験し、外部世界から自分を見つめ直す必要があるときだけ、本当の自分を感じるとき、それは変化のサインです。自分自身の静けさと孤独の中で自己アイデンティティを見つけることができれば、外部世界の魅力に惑わされなくなります。これが真の自由への道を歩み始めるときなのです。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。